はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはノースフェイスです。ノースフェイスのマウンテンジャケットになります。こちらはですね、かなり厄介な状態になってしまっております。ですね、お客様がご自分で、市販の撥水剤、撥水スプレーを お使いになったんですよ。で、撥水剤をスプレーしたらですね、シミになっちゃったと。その撥水剤をスプレーしたことが原因でシミになってしまった。こんな風に黒っぽく飴じみのような感じに見えていたり、この黒いところはですね、こんな風にね、白いドット状のシミがあって、これがね、もう全部全体に撥水したので、撥水スプレーを吹いたので、もう全体にあるんですよ。で、気になって気になってしょうがないというふうなことでね、今回お預かりをしたわけなんですけども、いやー、これは困りましたね。本来であれば、その水をはじくためにお洋服に使うものですからね。しかもお客様だいぶお調べになってね、そのどの撥水剤がいいんだろうとか、その撥水剤の加工はどうやればいいんだろうなんていうようなことをいろいろ調べて、やったそうなんですけども、それでもね、こんな風に望ましくない変化が生じてしまって、非常にがっかりというか、残念というか、やんなきゃよかったなという風になっているわけなんですよ。で、お洗濯表示、こちらをお見せしますとですね、表地ナイロン、裏地もナイロン、そしてノースフェイスはコーティングと樹脂加工というのが施してありますね。で、その樹脂加工を施してあるのと撥水加工のシミと何ら関係があるのかなといえば、僕はないんじゃないかなというふうに思うんですが、お洗濯表示的にはですね、ドライクリーニングがダメで、水洗い OK になってます。家でも洗えるし、プロのウェットクリーニングもできますよと。ただ、機械力をかけたり、洗浄力を重視した作業はせずに、優しくデリケートに洗ってくださいねというような表記になっております。そのコーティングと樹脂加工と、そのゴアテックス素材を使っていることが原因で、その洗浄力を重視した作業がしにくいとか、そういったものはあるかと思うんですが、そのゴアテックスであったり、そのコーティングと樹脂加工が、その撥水スプレーと相性が悪くて、こんな風に必ずなるよなんていうようなことは決してないと思うんですよね。多分ゴアテックスのこのお洋服に限らずね、ゴアテックスのハードシェル系、マウンテンジャケット系なんかは、やっぱり撥水剤使う人多いんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今回着用に伴う自然な変化のシミ汚れじゃないので、どうやって撥水剤を取ろうか、ちょっと考えながらやってみたいなというふうに思います。はい、仕上がりがこちらでございます。いや、めちゃくちゃ落ちにくかったです。本当に大変でした。作業してる時はね、見えなくなっちゃってるんですよ。その全体が濡れてるので、その撥水剤の微妙な色の段差、シミがね、見えなくて、あ、これは落ちたんじゃねえのというふうに思って、乾かしてみると、うわ、落ちてないわっていうふうなことでね、非常にこうがっかりして、じゃあ次何やろうというふうなことで、本当にね、苦労しました。いや、これは落ちなかった。まあ、撥水剤の効きを良くするために、そう簡単に落ちちゃ困るだろうなというふうなところではあったんですが、こんなに落ちないとなるとね、本当にね、大変でした。でも、どんなに大変だったとしてもですね、結果的にこうやって落ちればもう何だっていいです。お客様に喜んでいただけることがですね、やっぱり一番でございますのでね、この配色で、このサイズでというふうなことで、お客様が、もうこれ以外はないよと、同じマウンテンジャケットでも他の色欲しくないよとか、この色だとしても他のサイズ欲しくないよというふうなことであれば、やっぱり早め早めに動かないとですね、なかなか買えないんじゃないかなと。サイズかけ、色かけで買えなかったなんていうふうなことになりますと、やっぱり中古で探すとか、そういったことになるかなというふうに思うんですよ。で、中古でもね、なかなかそう簡単にいいものが見つかるかといえば、なかなかそれも見つからなくてですね、大変人気のあるブランド、人気のあるモデルでございますから、
皆さん、その人気が集中するのでね、あったとしてもすごい高額だったりしてなかなか買いにくいと。それでやっとやっと手に入れたマウンテンジャケットですから、すごく大事に長くいい状態で着たいって誰もが思いますよね。だからこそやっぱりいろいろ調べて撥水加工なさったんじゃないかなというふうにも思うんですよ。やっぱり今ね、いろんな情報があって動画サイトとかもたくさんあるので、真似すればね、まあまあなことができちゃうと思うんですね。だからせっかくね、そうやって調べてやったのに、今回そんな悪い結果に望ましくない変化が生じてしまう結果になってしまってね、残念だったなと思うんですが、まあでもね、本当にね、綺麗になってよかったと思います。個人的にもですね、僕はこのマウンテンジャケットだったらこのお色がですね、一番いいなと、かっこいいなというふうに思いますね。中にダウンが入っているものも人気ですけども、ダウンが入ってない分メンテナンス性がやっぱり良かったなというふうに思います。もしね、これ中にダウンが入っていたらもっと大変だっただろうなというふうに思うとね、ちょっとゾッとしますね。ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。撥水スプレーのお名前をちょっとここではね言いませんけど、まあまあ有名なやつなのでね、本当にちょっと見えないところでテストした方がいいかなと思います。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。